ディース15番坂口萌乃選手です。まずは待望の今季初勝利となりました。勝利の喜びの声聞かせてください。本当にやっと勝ったって感じで、すごく嬉しいです。そのやっと勝った初勝利掴み取ったのは坂口選手の左足、大きかったんじゃないですか。まあ、先制されて、追いつきかかったので、まあ、フリーだったんで思い切ってシュートを打ちました。あの利き足は、ね、右足ということなんですが、逆の足でのシュートということで威力もすごかったですね。たまたまかもしれないですということで、まあ、その後チームを逆転しましたけど、アイナックの猛攻がその後ありましたね。チームは本当に一体となって守備ができたと思いますけど、みんな最後まで集中して、切らさずできたので良かったです。まだまだシーズンは序盤なので、これから上を目指せると思います。今後に向けて一言いただけますか。まだまだ試合が続くので、ホームはぜひ皆さん足を運んできてくれたらすごく嬉しいです。頑張ります。ありがとうございます。以上、アイナック新潟ヒロインインタビューでした。